明けましておめでとうございます。ちょうど神社に行くところだったんだけど、よければ一緒にどうかしら。せっかく出会えたことだしね。ほら見て大吉。朝から参拝のために並んだ甲斐があったわ。ってちょっとはしゃぎすぎかしら。おせち料理以外で作れる正月らしいもの、あ、それならお雑煮がいいかもしれないわね。みんな呼んだら来てくれるかしら。日が暮れ始めると一気に冷え込むわよね。こういう日ってさくらさんはどうやって過ごしてるのかしら。風邪をひいてないといいけど。実は今日ね、かなめさんたちが遊びに来てたのよ。やっぱり誰かがいるお正月って賑やかで暖かくていいわよね。今年のお正月は目いっぱいゆっくりしようと思ってね。年末のうちに宿題は片付けちゃったの。あ、見せるのはダメ。まずは自分で頑張らないと。お正月気分でいたいのは山々だけど、魔女の気配を感じるわ。新年早々だけど見つけましょう。私たちは魔法少女なんだから。違う、違うわ。私は本物よ。鏡の魔女ったら、もう晴れ着姿の私をコピーしてるなんて。こうして勘違いもされるし、嫌な気分だわ。お正月といえば、やっぱりお汁粉かしら。あ、ついでに白玉あんみつにチャレンジしてみるのも、いいかもしれないわね。年賀状が届いてたんだけど、一通だけ直接投函されたみたいなのよ。そういえば、ミキさんも言ってたけど、この差出人って、さくらさんかしら。これ、使い捨てカイロなんだけど、よかったら使って。ただでさえ寒いし、ほら、お腹を冷やすと良くないから。あら、屋台の射的なんて、きっと百発百中よ。欲しいものがあったら教えてちょうだい。全部落としてみせるから。あ、ごめんなさい。いつもの流れでつい、お煎茶じゃなくて紅茶を入れちゃったわ。この格好だし、ちぐはぐじゃないかしら。装いを変えると、人の気分も変わるものなのね。だって私、今日晴れ着を着た時から、ずっとワクワクして、なんだか楽しいのよ。かなめさんに、あけみさんに、みきさんに、さくらさん、それに、神浜の人も含めて、たくさんの人に出会えた。だから今年は、神様にお願いじゃなくて、感謝してきたわ。街の中とか神社で家族連れを見ると、自分にも同じような時間があったんだって思い出しちゃう。まだまだ子供だな、私。いえ、この着物ね。少し早めに大掃除をした時に見つけたのよ。まさか自分にぴったり合うとは思わなくて、ちょっと驚いちゃったわ。